情けない状態は続いている。就職氷河期、40から50代、それは8割が、いらない。そんな状態なのだ。意識には、不当がある。インターネットの優勢は地域経済を失速させている。ゲームセンター、レンタルビデオ屋などの消失は雇用を縮小させ、TPP 等の海外からの輸入の増加は、国内生産を縮小させるのだ。このままでは、世間の反応だ。いろいろな意味で、お前らいらない、そんな空気の中を生きる。現行の方向性に合致せねば、だがしても、8割は雇用としてもう、いらない、状態なのだ。切り捨てを前に、打開が一切できない状態は今も続いていて、限界です。申し訳ない。そんな返答しかできない。現実。楽天の創業無料化は、この方向性をさらに追求しようとしているに他ならず、それに対して、しかし不安感。